雑誌、スポーツグラフィックナンバーとナンバーウェブに掲載された記事の中からトップアスリートや指導者たちの名言を紹介します今回は11月15日に23歳の誕生日を迎えた渋野ひな子にまつわる3つの言葉を再公開します初公開2021年10月11日名言1ボギーを打っても切り替えて笑えていた 渋野ひな子、ナン、no. バー983号2019年7月25日発売、解説日本人、女子42年ぶりとなるメジャー優勝で一役。時の人となった渋野ひな子。才能ひしめく1998年度生まれの黄金世代の一人で。2019年5月の国内ツアー初制覇でもトレードマークの笑顔は輝いていた。 そのプロ初勝利後に賞金女王を目標と掲げたものの、それからの1ヶ月でやっぱり実力の差を感じたというか、賞金女王と言えるレベルじゃないなと、周囲の期待とプレーのギャップに悩んでいた。そんな渋野ひな子は、素直にゴルフを楽しむしかない。打った結果を受け止めるしかないと切り替え、 7月の資生堂、アネッサレディスオープン制覇。そして、全英女子オープンでの快挙につなげていった。名言にみんなスマイルシンデレラとか言っているけど、別にシンデレラでもないしなと。渋野ひな子、ナンバーウェブ2019年8月22日配信、https。ナンバー。文春。jp。 アーティクルズ84463解説渋子フィーバーが起きたのは2019年夏のこと。全英女子オープンで日本人42年ぶりとなるメジャー優勝を果たして以降、渋野ひな子の文字を見ない日はなかった。全英から帰国後もツアーに出場し続けた渋野ひな子。NEC 軽井沢72ゴルフトーナメントでは、 ギャラリーが満員に膨れ上がり、コース周辺では支部のひな子渋滞が発生、テレビでも高視聴率を叩き出すなど、まさにシンデレラのような人気の駆け上がり方だった。果敢なプレイぶりとともに、屈託のないキャラクターも彼女の魅力として伝えられた。んふふふ。むわははは。 えひひゃゃとサザエさんみたいな笑い声で会見の場を和ませてたりラウンド中に駄菓子を頬張る場面がスポーツニュースだけでなくワイドショーでも取り上げられたこのフィーバーについて渋野日向子の母親も普通の娘なのでもちろん色々と葛藤はあると思いますと話していたほどだただ 渋野日な子自身は、シンデレラという表現に対して冷静に向き合い、そしてゴルフへの誠実さを感じさせる言葉と振る舞いを残している。プレッシャーって勝たなきゃいけないみたいな感じですよね。まあ特に勝っても勝たなくてもいいと思ってましたけど、最後のボギーの打ち方がやっぱり悔しかったかなこのトーナメント。渋野日な子は一打。 サニータイで最終日を迎えた14番15番と連続バーディーで優勝争いに加わり続けたが首位タイで迎えた最終ホールで決めたら優勝のバーディーパットを外すなど3パットを叩いて3位に交代プレーオフにも残れず足早にクラブハウスに引き上げるとそこで静かに涙を流したという 表彰式では、いつも通りの笑顔で対応していたが、プロゴルファーとして戦う渋野日向子のプライドが、垣間見えた。松山さんは10年で続けて、やっと勝った名言3松山さんは10年で続けて、やっと勝った。自分もメジャーに勝ったけど、いろんなことを経験したり、苦しんでいた人が勝つのは、全然違うなって。渋野日向子。 1026号2021年5月6日発売開設メジャー制覇に獲得賞金1億円突破など旋風を巻き起こした2019年その後は新型コロナウイルス化による開幕延期などが影響し周囲が期待するような結果を残していなかったそれでも2020年12月の全米女子オープンでは 優勝争いに加わるなどここ一番での勝負強さはさすがというものを見せていたのだが気落ちしていたわけじゃないんですでも何を目指して頑張っていこうかなとは考えていましたかなり最近まで無理だなと思ってたんです5代メジャー制覇するって言ったけどあれ無理だなってこのように正直な気持ちを吐露している 畑をしややかず南原里花に小祝井桜といった黄金世代と呼ばれる面々に加えて東京五輪メダリストとなった1歳年下の稲見もね、さらには古古河綾香や西村優奈、吉田優里ら2000年度生まれのプラチナ世代も台頭する女子ゴルフ界は群雄割拠だけに。 自身の現状をしっかりと把握できていたのだろう。競争が激しい中で2021年春。渋野ひな子の心に勇気を与えたのはオーガスタでの出来事。そう。松山秀樹のマスターズ初優勝だった。私とは全然ストーリーが違いますよね。私は初出場で言ったら勝った。 みたいな感じでと自分との境遇を比較していたが、松山の快挙によって挑戦し続けることの価値について再確認したようだ。5大メジャーというよりも、もう1回メジャーに勝ちたい。それが目標になりました。これからもっと苦労してメジャーを勝てたとき、 多分前衛で勝った時とは全く違う感情になると思うから、そうしたらもっといいことが喋れそうかっこ荒いそんな渋野ひな子は自らのスイング、ゴルフ内容について考え続け、鍛錬を続けていた。10月1週目の日本女子オープンでは通算2アンダーで5位となり、翌週に行われた。 スタンレーレディスでは二日目終了時点で首位と二打差の後位体につけると6バーディーにボギーで4つスコアを伸ばして10アンダーとし4人でのプレーオフへ2ホール目でバーディーを奪って2019年11月以来となるツアー通算5勝目を果たすと渋子、スマイルと共に涙をこぼした亡き恩人が語っていた岡山県 日本の宝ですからなお渋野ひな子は会見で前、所属先である岡山のテレビ局 RSK、山陽放送社長で、恩人の桑田茂さんが救世したことについても触れ、感謝の念を口にしていた。桑田さんは、高校時代から渋野日向子の実力を知る人物だった。プロテストに合格後、渋野ひな子は、 同局のテレビ番組に出演し、その後には所属契約を結ぶという縁も生まれたほどだ。岡山県の宝。日本の宝ですから。所属選手として引き続き応援していければ。という思いがあります桑田さんは、生前。部の日向子について公表していた。23歳となった。 渋野日向子はこれからどんなプレイヤーに成長していくのだろうか